はい、クマです。はい、ドラクエウォークやっていきます。ゴンズの祠ですね、やっていこうと思います。皆さんどうですか？ゴンズめちゃめちゃ強くないですか？ちょっと苦戦してるんですけど、はい。で、一応パーティーとしては、魔法戦士、賢者、パラディ、まあ、レンジャーで、まあ、デインでね攻めてます。はぐれメタルの剣2本で攻めてるって感じですね。で、何回かまやってるんですけど、そのゴンズに関しては外貨のねシリーズで獣耐性上げれるんで、まあなんとか回復は追いつきそうな感じなんですよ。ただね、このまあ両サイドというか、このミミク、これなんですよ。この痛恨、これが結構きつくて、まあビッグシールドもめんどくさいんですけど、ミミックのこの痛恨連発できちゃうとやっぱ事故っちゃうんですね。うん。だからまあ一応パラディンのパラディンガードとかは入れてるんですけど、パラディン入れてるんですけど、まあこのミミックの連発の痛恨が来ると厄介だなということで、まあやるとすれば、対策するとすれば、今ねちょっと考えたのが、マヌーサ、うん、マヌーサをちょっとやってみてどうなんだろうっていうような感じなんですよね。うん。で、まあちょっと連発で、まあゴンズの方もそうですけど、ダメージが、非ダメージが大きいと、まあ回復2枚でそれも回さなきゃいけないんですけど、少しでも痛恨を抑えたいなと思って、ちょっとマヌーサを使っていこうと思います。はい。でシュプリンガーに関しては、まあまあとりあえず放置 でマヌーサ入ってくれたらラッキーウェイの感じですよね。ゴンズはまあ入んないだろうから、もうひたすら攻撃ですよね。うん。まああとは、うん、ガード率上がってしまうとちょっときついんですけど、おありがたいミス、アバンストラッシュとかね、捨て身じゃねえや、怒ってくれてバトマスで、それで4連発とかでガードされちゃうとやっぱり萎えちゃいますよね。ここで使えます、マヌーサ。はい。これで入ってくれれば。お、入った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 。入りました。マヌーサ入りました。はい。これでどうかですよね。うん。これでね、効果あればね、意外といると思うんですよね。ゴンズはなんとかなるけど、この両サイドが厄介だみたいなね。まあ、このビッグシールドやっぱりな、面倒なんですけど、うん。なんとかしたいですよね。これだから、そうそうそう、この2回目にね、結構こう、痛恨みたいなのもあるし、結構やっぱりそれでね、400とか500とか食らっちゃうと、結構きついんだね。オアゴンズは倒れてくれました。もうこっからは、だいぶ楽になりますよね。だゴンズいるときに、なんとか、マヌーサが入ってくれれば、ミミック、まあ、もしくはこのシュプリンガーの、サミダレ蹴りとかもね、回避できるんで、まあまあまあ、マヌーサちょっとや、面白いかなと思うんですよね。まあ、あと甘い息で、守りの盾かけてる時間もないと思うんですよね。うん。まあ、とにかく、マヌーサかけて攻めていくっていう感じなんですけど。もうここまで来たら、あと1体ですから。はい、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 倒せそうですね。これもね、やっぱり、パラディンにスカラ入ってると、だいぶパラディンガードで、ガードしてくれるんで、まあ、痛恨さえなければ、事故率だいぶ減るんじゃないかなとは、個人的に思ってて、もうこれで倒せるんじゃないですか、もうすぐ。はい、もう、ね、もうオートでずっとやってますけど、一通り。うん。だからまあ、なんとか、アヌーサがそれで入ってくれないとね、あれなんですが、ああ、倒しましたね。はい。ゴンズの S も欲しいけど、何になるかなっていう感じですね。どうだ？ B、まあまあ悪くないんじゃないですか。はい。
ということで、またよかったら動画見てください。それじゃまた。